ますけど、うん、そうですね、うん、なんかいっぱいあの形がある、そうですね、そのね、うん、あの年代によっても地域によってもいろいろ違うやろうなっていうのがあって、でも私、はい、あと何鳥ぐらいその形っていうのそのね、そうですか、演技多分ね10ぐらいは普通にあったと思うんですよ。10ある。でも3つしか、3つ開いてとソ連とロンド橋しか思い出されへん、うん、はい、あとね、なんか何や言いながらやるんですよね。あと歌いながら、あ、歌いながら、思い出した、ゴンベさんの赤ちゃんです。あ、ゴンベさんの赤ちゃんが風邪ひいた、ゴンベさんの赤ちゃんが風邪ひいたに合わせて、もうね、今足動いてるんですけどやりたいですね。今思い出しました。ゴンベさんの赤ちゃんが風邪ひいた、そこで合わせてシップしたっていうので結構早いテンポ、まあまあ早かったり、うん、やっぱり高さ上げていくんで、その引っ掛けるのがやっぱり難しくなっていたりとか、あー高くなるとね、うん、これかなりいい遊びですよね、足をねこう動かして、うん、なんていうんですか健康的、今やれ言われたらいっちゃん低いのしかできへんかもしれへんけど、うん、でもよく考えてないと次進めないし、そうね、うん、私でも前言うてはったあのゴムの輪ゴム系をつなげでやる飛ぶ系もやったような気はします。ました、うん、ただなんかこの時代なんでしょうか、聞いた時代の違いで、聞いた時代の違い時代なんですけど、そこ の、うん、あのリズムあったり歌あったりっていうのが、うん、もしかしたら流行りやったんかもしれないです ね、私の時は、うん、でももっとね思い出したいんですけど、やっと4つ思い出したけど、もしね、なんか、うんうん、こんなんあったっていうのなんか知りたいですね、あったら、うん、メッセージください、はい、本当に本当に、あとね、ゴム跳びと一緒に、ゴム跳びよりもちょっと年齢層下がるんですけど、うん、やっぱりあの道の上にチョークで書いて、うんうん、ケンパはやりましたね。ゴム跳びが中学年やったとしたら、うん、低学年はケンパですね。ケンパ、はい、で丸をいっぱい描いて、うん、ずっとやっていくんですけど、何しか道路にチョークで絵を描きたかっただけやと思うんですけどね、うん、そうなんですね、はい、チョークとかあの描ける石、はあ、描ける石ってあるんですよ、なんか色が出てくるギュッてやったら、はい、アスファルトに、それをかける石を探してきて、うん、その丸とか四角とかを書いて、うんうん、ケンパとかもしましたね、うん、私はねちょっと場所が違って、あの普通 の、 あの土のグラウンド、はいはいはい、グラウンドに木かなんかで形描いて、はいはいはい、それでかかしの形、あ、そうです、かかしもありました。それあれあとどんな形やったかな、なんかそれを描いて、うん、公園とか例えば運動場とかに、うんうんうん、棒切れを見つけてきてそれで描いて、チョークはなんかねであんまり描かなかったよね。チョークはねちっちゃくなったやつをね、うん、学校から取ってきてるんですよね、多分ね、なるほどそう、だから落ちてたりするんでね、チョークとか、はいはいはい、それを取ってきて、チョークがなかったら描ける石です。ああ、はい、柔らかい石、うん、そうですね、なんか、うんうん、どういうのを、そうです、柔らかいから描けるんでしょうね、きっと白い色が出る石があったので、うんうん、それをみんなで探してから、うん、それに取り掛かるという、うんうん、そんなのがありました、うん、でケンパの上級編がゴム跳びに変わり、うん、そんな感じですかね、うん、そうですね、うんうん、結構石ころを飛ばしてやってましたね、うんうん、やってました、I'm not afraid of the dark.